ございます。ジョーです。おはようございます。10月12日腹筋ローラ196日目、ダイエット開始より171日目になりました。昨日ですね、腹筋ローラーの最中に、右肩甲骨あたりですね、結構広範囲で、多分肉離れであろうと、思います。もちろん昨日の今日なので、まあ痛み、かなり結構ちょっと、首も、動かすのもちょっときついような、状態なんですけど、まあちょっと休もうかなとも考えたんですけど、まあやりました。なるべく、まあ、なるべくと言っても、まあ本来は安静第一な状況だとは思うんですけど、ちょっとなんか気持ち的に休むことが、できなかったですね。とりあえずの、まあ目安、まあ、節目に今設定しているのが、まあ、あと10日なので、まあそこまではちょっと皆勤賞で、まあ、1日も休まなかったぞと、まあただ本当に、まあ、自分の中での自己満足なんですけど、まあちょっと、休まず、駆け抜けたいなと、いう思いが結構ありますので、ちょっとなんとかあと10日、頑張って休まずに、何日になるんですかね、まあ200、今日が196日なの目なので206日間ですかね、皆勤賞で、駆け抜けたいと、思っています。まあ腹筋ローラーをやるにあたって、まあ本当でしたら、まあ、柔軟ストレッチなどを、やった上で、まあやらなければいけないんでしょうけど、まあちょっとその辺、まあ面倒くさがり屋ということもあって、まあ起きてシャワーのご飯作って、自分で食事をして、もう間もなく腹筋ローラー始めてしまうので、まあ体もほぼほぼ、寝て起きた状態、まあスイッチも入ってないんだろうと。まあ、してこれから、まあ、ますます寒くなっていくと体も、まあ固いですよね、朝ね。まあそこで、まあいきなり動かしてしまうわけですから、まあそれはまあ支障が出てもまあおかしくないのかなとは思うんですけど、準備運動できないですね。まあとりあえず自分で想定してる、まあ節目っていうんですかね、まあ62歳まで、10日となってきましたので、まあいよいよカウントダウンですかね。まあカウントダウンしたところで、まあ腹筋の状態が変わってるわけでもなく、体重が、極端に減るわけでもないので、まあただ残すとこ10日っていうことなんですかね。まあそこで、継続するか、回数を減らすか、ダイエットをやめてしまうのか、
ちょっとまあ考えて、見たいと思っています。夏は夏でまあ暑くて、まあ、動くのもちょっと苦ですし、これから寒く、まあ今はちょうどいいかな、ただこれから寒くなっていくとやっぱり体動かすのも、億劫になっていくと思うので、まあその辺は、まあ、ちょっと考えてみます。また明日も続けていきますのでよろしくお願いします。